こんにちは、ストネクナコです。今日もどうぞよろしくお願いします。もう10月ですね。もしかしたらもうそろそろ年賀状の準備などお考えの方もいらっしゃるかもしれません。年賀状だけではなくて、絵手紙を書くための画線紙はがきをどれにしようか迷うことってありますよね。そこで今日は画線紙はがき9種類を比較してみようと思います。にじみ方、発色、質感など紙によって結構違いますので、皆さんの紙選びの参考になればと思います。どうぞ最後まで見ていってください。というわけで今日のトピックは画線紙比べ違い発見です。このチャンネルでは絵手紙の書き方や体験談をシェアしています。簡単に書ける基礎的な内容で、季節のものや身近なものをモチーフにしたり、日本やアメリカの年中行事をテーマにして、その日のお題についてのお話などをアメリカオレゴン州をベースに配信しています。はい、この時期のアメリカの風物詩、どこへ行ってもデコレーション用のかぼちゃが並んでいます。これは近所の植木屋さんですが、いろんな形や色、面白いですよね。10月31日のハロウィン前に玄関やお部屋に置いて飾るんですよね。今日はお墨を使って紙の比較をしていきたいと思います。使用するのはこちらの画線紙9種類です。一文字遊ぶという字を書いて比べてみました。最初に登場しているのは丸マンの画線紙越前。手すきタイプでにじみの度合いは一番よくにじむタイプです。私はこの画線紙のにじむ方が大好きで、いつも箱で買っています。 Amazon でね、購入できますので手に入りやすくて便利です。この画線紙はにじみ方が早いので気をつけなくてはなりませんが、書き終わった出来上がりが柔らかくてふわっとした感じです。お次も丸マン、本画線紙の高精配です。こちらもにじみの度合いは最高と記されています。でも私の感覚では先ほどの越前の方がずっとにじみを早く感じます。またこちらの高精配は濃さと薄さのメリハリがはっきり出る優秀の紙という印象ですね。ぼんやりしたところもキリッとしたところも出やすい感じ。お次も丸マンの画線紙印紙、機械式タイプ、にじみレベルは2、中ぐらいです。確かににじみが早すぎず書きやすいというか、安心して書けるタイプですね。あと画面から分かりにくいかもしれませんが、紙の表面がちょっとホワッとしていて、お色味が少しだけきなりというかオフホワイトな優しい感じがします。丸マンの最後の画線紙ですね。越前の手すき風、機械すきタイプ、にじみの度合いが1、あまりにじまないタイプです。こちらですが、すごく墨を吸っちゃうんですね。どうしてこんなにかすれちゃったのかとびっくりして、もう一回後でやり直してみたんですが、たっぷりと墨をつけても同じでした。こんなにも違うんですね。ですので、にじまない紙をお求めの場合はこの紙が一番よろしいかと思いました。はい、次は日本絵手紙協会の和画線紙はがきの二郎ですね。にじみのレベルは5のうちの3。二郎はとても人気の紙ではないでしょうか。非常に書きやすくて失敗しにくい気がします。にじみ方がここまでゆっくり伸びてくれると、焦らずゆとり気分で楽しむことができます。細い線もね、綺麗に出ますね。次は日本絵手紙協会の本画線紙はがきシナノ。にじみレベルが5のうちの4。基本中の基本みたいな紙でしょうかね。絵手紙協会の基本講座などの通信教育の時には確かこの紙が送られてきたと記憶してます。しっかりにじんでくれて書きやすく、練習には最高の紙と思います。それから日本絵手紙協会の花という画線紙はがきですね。先ほど、高精配というのをご紹介したんですけど、ちょっと似てるような気がします。メリハリも出て書きやすいですね。にじみも早すぎません。
こう仕上がりが優しくて柔らかい感じになって、髪の性質もしっかりしてますね。こちらは障害者自立支援運動協力商品だそうです、書きやすいです。はい、あと2種類ご紹介させてください。こちらは手すきガセンシ LP11 のよくにじむタイプです。今日比べている髪の中で髪の厚さが一番厚手でしっかりしているタイプだと思います。こちらの髪は絵手紙を習い始めの頃に使っていた私にとって思い出深い髪なのですが、にじみの出方や発色の仕方がとても綺麗な髪だなと思います。使い慣れた髪っていうのは本当使いやすいですよね。こちらが最後、こんな感じのものもご紹介させてください。お得に購入できるタイプの和紙はがきですね。印刷にも対応と書いてあります。お墨は同じものを使ってますが、墨の色は薄く出てきますね。にじみはほぼ全くありません。髪の中に模様がある部分、ところどころ濃く出ていて面白い仕上がりになりますね。コピー用紙にちょっと似てる感じですかね。はい、ではこんな感じで9種類の比較をさせていただきました。今回お墨だけでの比較ですが、それでもこんなに違いがはっきり出てくるとはとても勉強になりました。皆さんの紙選びにもお役に立てればと思っております。そして絵手紙ですのでメッセージを書き入れます。こんな風に字だけの絵手紙もありありです。最後に自分の言葉で気取らないメッセージを添えれば立派な絵手紙の出来上がり。このチャンネルでは初心者用のいろんな絵手紙の書き方をご紹介しています。私の絵手紙はすべてオリジナルデザインです。参考にしていただけると嬉しく思います。下手でいい、下手がいいの絵手紙出来上がりです。心を送る絵手紙です。書いてるだけじゃつまんない、書いたら送ります。無事に届きますように。アメリカオレゴン州、秋になりました。雨季が始まってます。もしこの動画を気に入っていただけたら、高評価やチャンネルのご登録お待ちしてます。これからの活動の励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。あなたの一日が良い一日でありますように。ありがとうございました。